今寝言分解してます。全部の寝言の産卵セットをここにぶちまけてます。でぐちゃぐちゃと全て坊主、坊主です。もう全然出てからさ、ちょっと乾かして普通の水分量でいきます。この程度で再セットかな。でこれをやや水分多い系マットをややしっかり詰める。ただ片詰めはしない。こんなもんかな。でここにこれお酢だ、うん、お酢ワイルド産みにくいって言うけどちょっと産んでくれると思うんだよ。メス、これちっこい方のメスかと、あでかい方のメスか、いっちゃんでっかいやつはもう落ちちゃったんだよな。あ、オスだ、オス一緒に入れない方が産むかと。ちっこい方のメス、ちっちゃい方のメス、これこのオスよりちょっとちっちゃいぐらいのメスがさっき落ちちゃったんだよ。惜しいけどオスが落ちちゃったんだよな。じゃあメス、でかいメスが落ちちゃった。20ミリぐらいあったメスが落ちちゃった。残念。どうしようか。まあ、でもオスって潜ってないから一緒に入れとこうかも。まあ、どうせねワイルド取れない前提なので、よいしょ、入れちゃう。こんな感じ、どんな感じ。1,2,3,4,4 匹オスと2匹メス。よし、誰でこれいるかな。まあ、いらんと思うけど、まあ挟んでおこう。なんかマット跳ねそう、ビヨンって言ってマット跳ねてうわってなりそうだね。よし、これで寝言セカンドセット終了。これが無事産んでくれると嬉しいなと。ワイルド多分産みません。いや産む、まあ、そんなこんなでぼちぼちやっていこうかなという日常の一コマでした。ではでは。